っとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるかを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。なるわな。はーってなるわな。それはどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。いやもう絶望するしかないよね。金も渡したのに、ね、借金返してとんずらするっていう。これとりあえず、うん、あの目立たないようにしろって書いてあったんで、どこ行けばいいかな。目立たないようにするということは、いや違うな、サイの河原に行けとかではないみたい。しばらくまあうろちょろしとけばいいのかな。あ、待って、人だかりができてるよ。どうしたどうした。ホームレスの人たちが大怪我をして救急車に運ばれてたの。公園の中、まだ他にも怪我人がいっぱいいるんだって。あ、やばい、襲撃されたねこれ。さっき錦山組の連中がこの辺でたむろしてたんだ。かなり先だった雰囲気でよ。誰かに追い込みかけてたみたいだな。まずいな。乗り込んできたってよ、錦山。煙出てるやん。火事かね。火つけられた。かな。なんだ。え？何があった？いや、なんか爆発事故とかだ。あ、爆発？おい、あんた。まずない？大惨事だよ。はるか、キリュウ。だってさ、はるかは。すまん、やつらまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ。はるかはどうした。ほんの1時間くらい前だ。ハルカ、何してるんだ。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。ハルカ、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。はるかの居場所がわかるかもしれん。わかった。カラーギャングを雇ったみたいだね、錦山。はるかを探せ。もうちょっとさ、ちゃんとした寝方した方がいいよ。なんか気分悪いのかなって心配されちゃうぜ。ワンちゃんに。とりあえずはるか探しに行かないといけないってことだよね。
あ、こいつらじゃない。青。カラーギャングじゃね。青色だし。ちょっと待って。こいつら倒せばなんかあるかもしれない。ヒーロー気取ってんじゃねえぞ、クソガキ。あ、ブルーだ。ブルー Z。来た。当たってた。カラーギャングだ、こいつら。眠れ。お前ら、ハルカのこと知ってるかな？引き出すよ。これ。もうこんなことしません。ごめんなさい。ありがとう、助かったわ。これどうぞ。スタミナ X。あれ聞けないのかな？ごめんなさい。あれ聞けないぞ。カラーギャングではあったけど、聞くことまではできなかったっぽい。お、いた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 。あ、なんか用かよ。これ各公園にいる感じだね。だったらなんだよ。ハルカはどこだ？あ？お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか？知らねえよ、そんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまうぜ、こいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一応遊んでやるよ、おっさん。公園にいるっぽいな。あ、このイベントを発生させるギャングたち。スタンガン持ってる。あの得意な。いて。あ、強いな。アウタが強い。青、はい、極み。お前吐いてもらうぜ。これで終わりだ。知ってるかな。よし、早く喋れって。お前ら本当にハルカを知らねえのか。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。やつらならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。白ギャングに聞けと。あ、いたいたいた。これだね、白。でもこいつじゃないよね。これでらスルーしよう。こっち方面にいるっぽいね。あ、いるいるいる、白。ただあいつらじゃない。うろちょろしてるやつじゃない。すげえ増えてきたな。近いな、これ。あ、ごめん、近いけど、ちょっとマジバさん行こうか。もうこっちまで来ちゃったから。ん？あ、来た来た来た。西田が行ってた場所はここか。ん？あ、普通に来た。あれは真面目な兄さんか。なんだか具合が悪そうだか。兄さんどうした？血吐いてるけど。あれ？あれ？兄さん目が。今かませてえなっていうのがアンロックされた。実績。どうした兄さん？兄さん。おお、ゾンビ？ゾンビになっちゃった。兄さんが。うが。ゾンビマジマって書いてある。ゾンビマジマって。くそ。話せ。ゾンビマジマ。マジマさん、何飲んだの？一体どうしまってんだ。西田から電話が。お、おじき、無事ですか？西田か。おい、どうなってるんだ？兄さんに何があったんだ？親父がゾンビになっちまいました。そんなバカな。ゾンビ？どういうことなんだ？ゾンビ親父に噛まれたら、おじきもゾンビになっちまいやす。気つけてください。自分はもう手遅れっす。へへ。噛まれたんだ、西田。え？何？何のウイルスに感染したの？真島さん、何？おい、もっとちゃんと説明しろ。とにかく生き延びたかったら逃げてください。今頃、カムロ町にゾンビになった真島構成員が。うわぁ、ゾンビ。え、何？これどういうこと？キャー助けて。急にゾンビが蔓延しだしたんだけど。おい、なんだ今、悲鳴は。どうなってんだ？うか。普通、切れちゃった。え、何このイベント？真島の兄さんがゾンビになっちまった、だと？
治す方法はないの？なんか悪い薬飲んだねこれ絶対。うう、キリュウちゃん。ちょっとかじらせて。ちょっとかじらせて嫌だよ。男から噛まれたくないわ。噛まれるんだったら女がいいわ。もう話も通じねえみてえだな。仕方ねえ。町中に被害をもたらす前に俺が蹴りをつけてやる。何ゾンビマジマって、どんなスタイルで来るのか謎だよね。いや、なんか普通のスタイルっぽい。普通のスタイルっぽいよ。危ないよ。何あの野獣馬集まってんの。野獣馬集まっちゃダメだって。噛まれたら済むで、噛まれたらゾンビになっちまうぜ。オッケー。これ逃げるやつなんだ。おお、構成員来た、構成員。ガチかこれ。待て待て、マジマ組の構成員がゾンビって書かれてる。何このゾンビイベント。いや面白いっちゃ面白いけど、あんたらどっか行きなさいって。噛まれるよ、ゾンビになっちゃうよ。構成員がどんどん降りてくる。はい。いやーすげえ。これえぐいね。二人一気に倒せる技だったみたい。ヒートアクションだったみたい。オッケー。やっちまえじゃないって。お前ら噛まれるって。また多いな。マジマ構成員。はいはいはい、よいしょ。まあ弱いけどね。おお、ゾンビマジマが出てきた。兄さん、成仏してくれ。往生してくれ。ほい、ね、他のゾンビに比べたらしっかりとした構えですよね、兄さんの。構え。はい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 。兄さん、目覚ましてお願い。やれた、終わり。結構長いイベントで俺ビビってびっくりしてんだけど。もうちょっと短いイベントかと思ってたん。こんな3人落ちてきた。どっから落ちてきてんのお前。ビルの上から落ちてきてるよね。でこれ拾うってなんだ。待て、拾って塩だって。極み、塩での極みはできないみたいだね。さすがに。あ、目に入ってしみるって感じなんですねこれ、この塩は。また落ちてきた。あ、ここ懐かしいな。春日が生まれたとこじゃん。はい、名前忘れちゃったけどね。あのソープランドなんですよあそこ、有名な。なんだったっけ。ナイス、忘れちゃったな。有名な乙姫、乙姫ランド、乙姫ランド、ここ確か。すごいな、来た来た。はいはいはい。マジマさん、いい気分やって。あれちょっとあの人間性取り戻してきてない兄さん。さっきまで喋んなかったのに、ほらまだや。そろそろ決着つけましょう兄さん。終わり？終わった終わった終わった。結構長かったよ。どう？目覚ましてくれた？電話来た。おじき、やりましたね。ゾンビを全滅させましたよ。ああ、どうやら俺までゾンビにならなくて済んだみてえだ。て、お前無事なのか。噛まれてゾンビになったんじゃん。え、あ、いや、それは。さすがや、キリュウちゃん。また起き上がってくるか。相変わらず渋手だ。相変わらずだと。よく見たらいつもとあんまり変わんねえな。
ゾンビっていうのはこんなに楽しそうな顔でしっかりと言葉を話すもんなのか。めちゃくそ奇妙なダンスを踊ってるよ。まあ、これがね、キリュウさんに対しての愛情表現なんでしょうね。そんなわけあるかい。俺はゾンビとちゃう。ごっつピンピンしとるで。ゾンビじゃない。どういうことなんだ。キリュウちゃんを脅かしたろ。おもてな、まじま組総出でお前を担がせてもろたんや。しょうもない。しょうもないよ、兄さん。こっちはね、今ね、カラーギャング追ってるんですよ、兄さん。いや、どないしたら、キリュウちゃんがマジになって喧嘩してくれるか、作戦会議してるときに、たまたまゾンビ映画を見たら、ひらめいての。そんで、メイクさんやエキストラを大量に雇って、街中にパンデミックを引き起こしてみたい。全部あんたの、描いた、絵図通りってわけか。本気でビビって損したぜ。ビビってたんか。キリュウさんでもゾンビにはやはりビビってしまうみたいですね。いやー、金かかったぜ。下手な B 級映画やったら作れたんとちゃうか。カメラ回してたから後で撮影して映像編集してほんまに映画にしてみるのもええな。それとも、劇団マジマでも立ち上げて新しい忍びにでもしてみようかな。夢が膨らんできよったで。巻き込まれたこっちのこっちはいい迷惑だぜ。お、喧嘩は俺の負けやが、本気のキリュウちゃんが見れて、大満足や。まあね、必死こいてね、噛まれないように、全力で戦ってましたからね。手抜きなんてできませんよね。そうかい。そしたらまた何かおもろいこと考えとくから楽しみにしとってや。ほなまたな、キリュウちゃん。いや、B 級。さすがや。やったー、C に行った。ヒートゲージがね、増加したみたいです。こんだけが、攻撃系が上がってほしかったな。で、俺は今どこまで来た？こっち行こうか。ああ！これじゃね？これやん。おいおい、あんたなんかよ。ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はね。リーダーを出せ。断るって言ったら？お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。はるかはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんな、親父。やろう。舐めやがって。おい、この親父、ぶっ殺しまえ。白木雄二かな。ここで当たりじゃない。さっきこんなにしたリーダー、しっかりしたリーダーいなかったから当てそう。お尻に刺したよ、お尻に。とこれドスだよね。あ、ドスじゃねえんだ。なんだこれ、注射器かな、かもね。よいしょ。お、待って待って。ヒートゲージがね、上がるようになってる。で、前まで上がんなかったのに。攻撃しても。ラッキーだね。いった。はい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 。おい。お前知ってんだろ。アルカの場所。早く吐け。吐いた方がいいぞ。ちょっと待って、カウンター、ラッシュか、ラッシュじゃなくてできねえか。来いよ。はい、拳砕き。もう明らかにさ、拳の形がおかしいからさ、折れてるよね。そうだね。オッケー、終わり。さあ吐け、さあ吐け。はるかをどうした、どこにやった。知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ、赤いジャージの連中です。
あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に。デボラっていうクラブが、そこが奴らのたまり場っす。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東城会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。今回はしっかりと場所聞けましたね。デボラに行けば遥がいるかもしれない。デボラへ向かって出ましたね。いや今回は楽。何何？ああまただ。どこ？真島さん。そこか。下水道から真島です。下水道から真島。ここ高志がいたとこだね。デボラ。いたね。いない。聞くしかねえなこいつに。はるかはどこだ？はあ、お前誰だ？知っててもお前なんかに言わねえよ。口の聞き方に気をつけろ。はあ、やるってのかよこら。ブラッディアイ、まあ、お前ごときあっさり終わりよ。雲吐けお前こら、早く吐け。どうだ、吐く気になったか雲よ。お前がリーダーか？違います。リーダーなら下に。まあ、お前がねリーダーなわけないよね。あーリーダーっぽいわ。すごいリーダーっぽいわ。へい、リーダーさん、はるかを返してくれ。まだいるだろ。こんなことしてただで済むと思ってんのか？はるかを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。サブリーダーだったみたいだね。こっちは背の低い方が赤い兄弟、兄ちゃんみたい。ちょっと待って。ダンススタイルだね兄ちゃんの方は。はいはい、こいつら拳だからカウンターがいいね。で、オッケー。あと2人、来いよ。カウンター、食らわしてやるから。これあれだ。兄ちゃんが、そうだね、弟がやられてる間に、兄ちゃんが。効くね、首筋は。首筋は効くよ。オッケー。そうだね、弟がやられてる間に兄ちゃんが応戦してくる感じだから、兄ちゃんから先に潰してた方がいい。こいつは、あっちはもうパワータイプ。はいはい、来た。拳砕き、これで兄ちゃん終わり。やっと決まった。弟はやりやすいな。拳砕き、はい、来いよ来いよ来い。弟楽カウンター。終わるなこれ。よいしょ。はい、こういくか。はい、こんか。はい。ワンパターンだな。はい、起きろ。あ、マジで。ダメ。体力は回復させん。よいしょ。決まった。こんなことして死んだも同じだぞ。はるかはどこにあった？知らねえよそんなもん。待って、どこだ？はるかはどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？ジャガのです。子供はジャガがいた母さんのところに。
ラウカロン。ラウス。これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。これは痛い。壺をしてるもんね、飛行をついてる感じ。あー、これ何？あ、やばい、目焼こうとしてる。遅くなったな、カズマ。おやす、足が…何？お前のためなら、足の一本や二本。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が、ハルカを。風間のおやっさん、足がね悪くなったのはこれが原因なんですよ。実はもうかなりのね、実力の持ち主だったの。おやっさんって。だけど、まあ、この事件で足を負傷してしまって、神経をやってしまったんですよね。だから足が思うように動かなくなってね。以前の力が発揮できなくなってるんですよ。ただ銃の腕はねピカイチです。今見た通り。もうそろそろサイの河原もシステムが復興してるはずなんで、復興じゃねえな、復旧かしてるはずなんで、おそらく居場所がわかるんでしょうね。で、マジマの兄さんが徘徊してる。また当たることになるかな。まあ今日はねここまでとしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回いよいよ、カーロンのところに乗り込むと思うので、よければね、この続きも見てやってください。よろしくお願いします。向こうもね、100億を欲しがってるみたいですね。それでは、島津の龍が如く極みになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。